サゴンよ、先走る悪所ぞ。あれ、定めの車輪番よ。聞いておらんか。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。カツイヤ、この前日にも調子づきよって。私の指揮の月の日、月に表すれば。聞くところによれば、両軍とのまず大将が未熟、一息に攻め立てれば必ずや浮き足立ちましょうぞ。柴田の成人を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺のバッチ相手はやらせねえ。左近、こっちも地下通路とやらを使っちまおうよ。今しかめっちゃおう。どっちかさんもようこざんすね。おお、それ余の剣とて当たらなければどうということもなかろう。くすぶったまま生きるよりは伏した方が幸いであろう。私相手の威勢を見る影の話。剣術隊、それともケリー、好きな方でやってやんよ。なんともいなる身のこなし。目も追いつく。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。この陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。相も変わらずボンクラ扱いされてんのな。ちっとは言い返したりとか殴ったりとかしねえの。ここの全てが過去のせいとは言えばいい。このままでは三成様に申し訳が立たない。そんなことお前に気にかけられる言われなどない。私に申し訳が。何だ、うん、ならばこれではどうかな。早いな、友よ。なんかあっちが騒がしいな。三成様、あなたの所詮はセミだ。土蜘蛛の巣であがくせ。俺と勝負するまでせいぜい生きてな。どうした、私ごときを叩き伏せるのがたやすいはずだ。いやー、ほらさ、堅苦しいのは抜きってことで一つ。ああ、見せてくれ。見せてくれ。頼ます、三成様。必ずやり遂げてみせるから。俺やあんたにかけたように、あんたも俺にかけてくれ。いいだろ、左近。私の信頼だけは決して裏切るな。心配すんなって。あんた一緒に叱られてやったぞ。お頂点に溺れるとその資格はある。私が陣営に変わったのは正解だったようだ。あの武器は凄まじすぎる。お前を敵にすべきさ。ここは俺が壁になる。今こっちから来たの。もう立つわよ、合わせる。全てが終わったら。より期待などしておらぬ。こうなればいっそ勝家をおとりに撤退。
体で。ノーランマフはこの部もまた日の目を見せよう。お前はやれ。あまりにも許されざる罪とそう思わぬか。皆の者、それがすとともにこの地に骨をさらそうぞ。ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。亀の車輪盤よ。あれはくせ、肝心の色が見える。私の思い過ごしてあれ、それでいいか。こうだ、こうだ、暴れ地獄の順番よ。面白い。その息吹、世に見せてくれ。あなたは伊達氏。なぜあなたがここにいる。まあ、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎはしている。逃げるなりなんなり好きにした。流行を追と呼ぶならば、世の追とは何であろうな、友よ。Foolish question だ。あんたの中じゃとっくに答えは出てんだろ。育てた光のぶつかり合いだ。どうにも耐えるわけだぜ。それを定めた。ああ、見せてくれ。それでは我らはこれにて。ヨシテル様、ご分を。わかった。いいライバルもいるじゃねえか、カツリオ。じゃあな、光さすアースでまた会おうぜ。もうよ、哀れ、定めの車輪盤よ。とは合わせやすいんだよな、カスイエ。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。私には何もない。あなたが思い描いた通りだ。斧がこうとは知りようが、ただ恨めしや。世の所業に異を唱えるか。なぜ行かないでくれ。私、お前たちが欲しかったんだ。やーべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねえっての。バッチも戦もマジでやるから熱くなるんだ。ここにゃよ。行くぞ、もうよ。矢は飛びつくだけにあらず、天より降り注ぎもするぞ。綺麗にスカンピンだ。何もかも吸っちまった。よ。素晴らしい。さて、どれで行くか。議論です。乱は終わらぬ、終わらせぬ。人よ回せ、定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。